はいどうもこまるわです。まず最初のコース、絶対にマリオに詳しい人しか一発でゴールできないコース。さてやっていきましょうか。こちらのコースは敵とアイテムを足し算して何ができるでしょうっていうのを当てていくコースみたいです。それでは見ていきましょう。あーなるほどね、汚い花とファイヤーで何になるでしょうってことか。まあこれだよね多分。ファイヤークッパー、クッパじゃない、ファイヤーパックンフラワーかな。オッケー正解。第2問目いきましょう。ドゥドゥーン。あちょっと難しいね。クリボーとボール、え、ボールとクリボー、これかな。サボテンっぽいよね、トゲ生えてるし。どうだ、あ正解だ。ちょっと難しいねこれ。第3問目、目とかぶったね。じゃあ間違えてもいい、あハンマーがいるからか。なるほど、巨大化するだけかなおそらく。ハンマーブロスの巨大化版ないな。あれこれさ、もう一個取っていっていいのか、もらっておこう。このハンマーじゃないかな、ぽいよね。でもキノコじゃないし、あ正解だ。なんでだ、でも持っていこう。はい第4問目、これね氷落ちるタイプと落ちないタイプとブロック。なるほどね、マインクラフトだったらダイヤみたいな認識なんだけど。はいはいはい、下多分落ちるタイプのつららだね。だからこれどうでしょうか、ちょっと投げてみていい。はいやばいやばいやばい、入っていこう。第5問目、あちょっと難しくなってそう。よいしょ、入っていきましょうか。え、キノコイコールなんでしょう、そんな新たな価値が生まれるのか。ワンナップではないし、多分だけど100コインで、いやでもキノコにはならないな。イコール全部違うんじゃないの。巨大化する、まあじゃあこれでいってみようか。違うと思う、あちょっとチラ見できるね。どう思うこれ、多分さゴールなんじゃないこれ。はいはいはい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、無限ループを阻止せよ。はい、こちらのコースは謎が解けないと無限ループしてしまうコースみたいです。やってみたいと思います。おお、ゼルダに進化した。さあやっていきましょうか。上 Y、 はい爆弾ね。これで多分ね元に戻ってくるんだと思う。一回そのままやってみようか。もしかしてさ、このボム兵を爆発させるか、あこれじゃない、このハテナか、もしくはここ爆発させることによって阻止できるんじゃないか、無限ループを。さあ行ってみましょうか。右だって、鍵持ってないね。鍵をゲットしたら次へ行けると。はいはいはい、でねこの土管に入ることによってヒントがもらえます。あー合ってた、このハテナブロックの中に鍵がありますよと。こんな感じで答えっていうか、まあヒントを教えてくれる優しいコースです。だからぽい、これってさなんかあるのかな、ちょっと見てみるか。はい、壊せるよね多分、壊せる。なんかさ、このコンベア気になるよね。何もないのか、何もなさそうだな。別に鍵が出てくるわけでもないし、途切れてるなんか切り替えがあるね。 OK、 じゃあ鍵持ってるんでこのまま入っていきます。おー正解、こんな感じでクリアしていくコースみたいです。はい第2問目、これは LR だって、ちょっと待ってね、 LR、 はい、あでこう、あーなるほどね、これで弓で切り替えろってことね。もう始まってるのか謎解きは。ゲットして上、なんかこれ怪しくね。はいどうだ、爆発させて、あ正解なのか、わかった、なるほどね。で戻ったらダメだよね、ワンチャンだけどさ、いい場所、もうちょっと手前で、あ無理か、ちょっと悔しいな。これでどうだ、あ行けそうじゃないこれ、どう、切り替わった。そしてどう、みんなこれ正解っぽくない、爆発させて、おお新たな扉が開いた。さあ来ました第3問目、これはなんか飛んでるね、いっぱい飛んでる。いや浮いた、無限ループするな、爆発させるんじゃない、めっちゃ今声裏返ったね。どこら辺を爆発させればいいかわかんないけど、多分右へ行くからこの辺じゃない、どんどん出していこう。 OK でここも爆発させて、あーやっぱ正解って出てる。みんなヒント見たい、一応ちょっとだけじゃあヒント見に行くね。さあ皆さん入っていきます。正解なのか、お合ってそうだね。何これ、あー右って書いてある、おー壊れたまま継続してる、ということでこれは解体工事をしていくのかな。みんな見て、端っこまで来た、これ正解っぽくない、おー合ってた。何これ、まだ続いてるの、
切り替えろって感じだけど、え、右なんかキラーあるんだけど、絶対道あるよね。あ、やばっ、ちょっと待って、時間がない。まず弓でポン、オッケー。これで上行っていいのかな。なんか違いそうな気がする。下に行くのか。どこに行けばいいんだこれ。こっちじゃないよね。ん、ちょっと待って、怪しいぞこれ。やばいやばい、そっちへ爆発しろ。正解っぽくない？くぐれる？くぐれない。何これ、もう一回か。違うよね。どうやって行くんだろう。キラーが落ちてこない伏線があるのか。おそらくこうなのか。お、正解っぽいね。やばい、残り35秒。合ってるっぽいんだけど、これじゃいけないのか。どうやって行くんだこれ。あ、わかった、これか。違うのか。残り20秒。こうして爆弾じゃないのか。あー、時間がない、終わった。さあ皆さん戻ってきました。はい、爆発させました。ワンチャンだけどこれか。あ、正解だ。そして右へ行けるようになりました。あ、なるほどね。オンフを切り、やばい、積んだか。いや、 P で切り替えて、下 Y だって、下 Y。 なるほどね。ここで答え。あ、危ない危ない危ない、ギリギリ。なんか書いてある、2100、なんか数字が書いてあるね。はい、クリア、ありがとうございます。最短コース、リアクションスピードラッシュ。はい、こちらのコースは反射神経と判断力が試されるコースみたいです。早速やっていきましょうか。おお、こんな感じで素早く判断して行動して次へ行けっていう感じだね。しかもこのコース、なんと中間地点がないらしいです。あ、ちょっと待って、ハリー、危ない。で、左行ってすぐ入る。待って、時間全然進んでなくない？危ない、ちょっと当たってたよね今。これで次、しかもリアクションも取らなきゃいけないって書いてあった。危ない、こんな自然とリアクションしちゃうよね。あと30秒もある。右か。オッケー、戻ってきました。飛んで飛んで飛んで入る。いや、これ時間ギリギリなんじゃ。あー、くっそ。オッケー、戻ってきました。入ってすぐ右。そしてこれはなんだ、左、オッケー、危ない。めちゃくちゃボスがいたね。これはハンマーが来る前にすぐ入ると。これ何、これ何、何が起きるの。上、下、上、下。オッケー、今のちょっと余裕があったね。これで登っていってすぐ入る。あと12秒クリアできるかな。これですぐ下へ行って、合ってんのか。合ってそうだね、合ってるね。これ何、わかんな。オッケー、戻ってきた。結構早いんじゃない、いい判断でしょこれ。あー、くっそ。今のダメ。オッケー、入った。さあ次何が来る、なんだこれ、耐久か。ジャンプして、あと、これは入っていいのか。あと5秒ってことはクリアでしょさすがに。右だね、了解。ガー、くっそ、これずる。さて行くよみんな。はい、クリア、ありがとうございます。